たまに作るならこんな男の料理でしょう。たまに作るならこんな男の料理、よいしょ。はい、ということで、どうも私が奥山良平でございます。おこんちゃっす。本日もよろしくお願いいたします。今日はですね、自宅からお送りするたまに作るのこんな男の料理でございます。で、今日その料理を作るべく材料を買いに行きました。こちら小田急向こう側が遊園駅でございます。ここは南口です。今回は秋田のスーパーライフさんで買い物してきます。この後は、まあ、あの浮きの、画像でお送りいたします。はい、ということで我が家に帰ってきました。これより今日のキムチチャーハンを作る材料を今から紹介していきます。まずはキムチチャーハンというとこれがなけりゃ始まりません。こちらのキムチでございます。そして彩りとしてこちらの九条ネギでございます。そして香り付けのごまです。いりごまでございます。そしてこちらのマヨネーズ、このピュアセレクトマヨネーズ、こだわりはあります。そしてあとは反対だ、チャーシュー、このチャーシューも使います。そしてうちの玉ねぎというとこちら、冷凍みじん切りの玉ねぎです。玉ねぎはね、切るときにいろいろ大変だから、もうみじん切りになってるのが本当にありがたい。そしてあとはチャーハンといえばこれも必須、卵です。まあ10個の意味は特にないんですけど、まあ、卵は絶対に入れます。そしてあとはチャーハンに必要なもの、こちらの、かき出し醤油、これほんといいんですよね。あのかきの出汁なんでオイスターソースも兼用してくれるんで、これ最高ですよ。この醤油はマジで最高。東丸のかき出し醤油、ちなみに回しもんではありません。あとはこれキムチの素これも使います。そしてまあうちの油っつったらオリーブオイル、もうこれ定番です。そしてあとはまあ当然味付けとして塩、うちは味塩です。奥山家は味塩定番。そしてこちらのブラックペッパー、胡椒ですね。ホワイトのもいいんですけど、まあ今回ブラックを、使わさせていただきます。であとは、うまみのものとしてこちらのハイミー、味の素から出してるやつですね。これ味の素のまあ上位版と言ってもいいでしょう。そしてあとはまあさ、香り付け、それにごま油、まあこの材料を使って、今回キムチチャーハンを作っていきます。材料全体的にはこんな感じですね。では、この後、実際にキムチチャーハンを作っていきます。さあ、ということで今から調理を開始していくんですが、まず、まあ、我が奥山家のルーティンとして調理をする、まずその前にお手手を洗いましょう。まずお手手洗い、ちゃんとね、手をきれいに清めてからやる。これが私の料理の作り方のこだわりです。で、これ2回やるんですよ。1回まず手の汚れを
あのハンドウォッシュで落とします。でそこからさらにプラスでもっと綺麗にするんです。これが料理をする時の僕の流儀です。さあそれでは次は、ご飯を用意します。ご飯オープン、パララパッパパー。でこれをまあ4等分にこうまずやると。カメラ動くで申し訳ないんだけど、でこれをしっかりとあの全体的に水分飛ばしていきます。カメラ位置がちょっと自分でやってるんでね、あの申し訳ないんですけどうまく取れなくて、大体1分ぐらいですね、大体1分ぐらいこうかき混ぜます。次はチャーシューをみじん切りにしていきます。さっきのチャーシューですね。さっきのこのチャーシューをこれからみじん切りにします。みじん切り？まあ、細切りかな。うん、みじん切りじゃない、細切りだ。まあ、細かく切っていくんです。このチャーシューを。まず縦に5分。続いては横に1個分と、まあ、こんぐらいでいいかな。まあ細切りでちょっとあのでかさがバラバラになってるところもありますが、まあこんな感じですね。こんな感じに細切り、まあ、していきます。さあ続きまして我が家の、チャーハンの作り方です。今度はご飯を、さっき作ったご飯をここにボウルに入れました。そしてこの後卵、もううちの定番です。これ割っちゃう。まあ前から何度も言ってますが、この先にやると殻入っちゃう可能性があるんで、だからこの下でこれも硬いな。結構この卵殻が硬いです。うん、うまく一撃で割れませんでした。でも卵に、まあ、醤油かけて、もうちょっと入れようか、醤油かけの塩かけの、胡椒かけのしていきます。ほんで、まず最初はまあ箸で、最初はこう箸でかき混ぜていきます。箸使う。でしっかりとかき混ざってきたらしゃもじ使うっていう感じでやっていきます。でもう混ざってきましたね。混ざってきました。でしっかりそこに、でまあうちの定番としてこの先に卵とご飯を一緒に絡めておくことで、この後作った時にチャーハンのこのご飯がパラッパラになるっていう裏技です。時短の裏技。こんな感じですね。この感じで大丈夫でしょう。さあそれ続いて、まず火をじゃない、うち電気だった。うち電気だ。まあ、IH の、あれをつけていきます。まあ、最初まず最初、オリーブオイルを、開いてなかった。オリーブオイルをね、しっかり全体に馴染むように。まずはこちらのオリーブオイルを、まあ、しっかりとまず温めます。まあ、チャーハンはね、火力勝負なんで、火力はないけど、火力ないんで、うちはもう最大のもうハイパワーの温度で勝負します。パキパキいってきた。程よく温まってきたんで、先ほど切ったこちらのみじん切りのチャーシュー、いきます。チャーシュー入れて、
そうそう、タモリがあったんだわ。あの前回チャーハン作った時にこう皮になるのがないっつって結果箸でやったんだけど、箸でやっちゃってその傷つけちゃうんだよね。だからあの嫁からあんた言われたのよ、しゃもじがあんじゃんって。あ、そっか、しゃもじがあるんだと思って忘れました。でそこに、みじん切りの玉ねぎを入れて、こんぐらいでいいですよね。これも、塩、胡椒、あとは旨味調味料、はい、これを入れて、まあ、全体的に火通るように混ぜていきます。火通るように、火じゃないな、ごめんごめん、まあ、ガス使ってる方は火を、電気使ってるから全体的にこの味が通るように混ぜていきます。すいません、伝え方が本当へったくすで申し訳ありません、うん。で、まあ、どこまでじゃやっていいのかと、この混ぜ混ぜする作業を、大豆ネギのあのちょっと飴色になるぐらいまでやりましょう。これ玉ねぎの甘さ、そして、まあ、このお肉チャーシューのこれがよりいきます。うん、ね、このまま食いたいな。マジで思う、このまま食いたい。それぐらいのもなんかうまそうなのよこれ。玉ねぎはほらスタートに比べると色が変わってきたでしょ。うん、飴色ってやつですね。うん、まあ、今回火の通りがもう先ほどからマックスでいってるんで、っていうかまあこれ。言っちゃうんだけど、玉ねぎのいい匂いがしてきたなというところで、さっきのこのご飯投入です。ご飯投入、よいしょー。で、そのさっき炒めたやつと混ぜ混ぜしていきます。合作ですね、合作。これチャーハンとさっき開けて、ここにかき出し醤油を投入。しっかりこの醤油を焦がしていきます。醤油焦がしちょっとまあ待ちましょう。醤油がしっかりと、いい感じになるまでちょっと待ちます。あ、そうだ、紹介しない調味料が1個ありました。酒です。酒つぐ、うちワインだけど、うん、これをさっき紹介し忘れてたんですいません、今頃になって申し訳ありませんが、追加で紹介させていただきます。じゃあそろそろですね、曲ついてきたんでいきましょう。もうか、もうこれがオイスターソースの代わりみたいな感じなんでね、うん、十分にこれ間違いないでしょう。ただまあこのままいくと普通のチャーハンなんでね、今回キムチチャーハンなんで、肝心のものが入ってませんか、今のところキムチというその入れないと意味がない。何のために回したんだと、今回キムチチャーハン作るっていうお前言ったじゃんっていう、これただのチャーハンじゃんっていう、だからキムチチャーハン作るから。じゃあ、ここで、ここからです。それでは今からです。これね、ちょっと油分がね、やっぱ吸われちゃうんですよ。油分が吸われちゃうんで、ここにマヨネーズをかけます。まずマヨをかける、この前でまず油分をフォロー。ちょ、ここにキムチの素を入れます。キムチって野菜じゃん、まあ、俺はキムチに関しては食えるんだけど、野菜も、まあ、野菜が苦手な子もいるから、その子のためにキムチの素で、うん、作っていきます。こうすることで油分もちゃんと加わって、うん、油分が加わって、そしてさらに
キムチも加わってもうちょっとあれですね、もうちょっと赤い方がいいですよ。キムチの香りはしてますが、ちょっと思った以上に赤くなってないですね。追加だ、追加しよう、追加しましょう、うん、追加していきましょう。あ、赤くなってきた感じがします。感じがする、若干で、ここに、香り付けとしてごま油を入れます。香り付けです、ごま油は。香り付け、ごまの香りをつけましょう、漬けごま油入れて、でまたさっきの、塩、もう振りは適当、思った以上に入れて、思った以上に入れなさい。失敗したら次回調整しなさい。胡椒も、そしてタイミーも、タイミーもね、あの味の素さん同じとこ出してますから。よいしょ、混ぜて、香ってきた、香ってきた、いい香りがしてきました。まあ、ちょっとこれは見てる皆さんには伝わらないものだと思いますが、香ってはきてます。でそこにですね、今ちょっと乾いてますから、お酒投入です。お酒投入して、これで水々した、いい香りがしてきた。 いい香りだ。これで味見したいぐらいですね。これ味見しよっか、ちょっと味見を、自分に悪いけど、めっちゃうまい、めちゃめちゃうまい、最高。これサインの効果できちゃいましたよ。ということで、まず、炒めはこれで完成です。さあ、最後盛り付けていきます。さっき作ったやつを盛り付けます。うちはあれがない、なんかチャーハン皿みたいなのないから、もうそのまま丼に盛っちゃいます。じゃあ丼に盛って、これをこう酔ってひっくり返して、チャーハン完成っていう感じになるのが普通なんですが、うちにそれないんで、すいませんが、このまま行かせていただきます。はい、こんな感じですね。でこんだけじゃ足りないんで、ここにさっき買ったキムチ、まあ彩りですね、寂しいなっていう方、キムチが好きな方はキムチを、キムチでまず彩り、そしてここに九条のネギさん、ここにこうパラパラっとかけていきます。ネギさん、ほら色も良くなってるでしょ。赤一色なのがちゃんと、赤に緑が入りました。赤に緑入った、バーバーバー。なんか25かこれ。で最後いりごま、これでもごまの香りもさらにつけます。もう要はこれに白が入ってきますから。で、いりごま、いりごまなんですけど、めっちゃ綺麗これね、入れてきてもうすっちゃいます。手ですっていりごまを、まあ、すりごまみたいな感じにしていきます。いいですね、ごまの香りもちゃんと香って、これでよかでしょう。奥山陽平流キムチチャーハンの完成です。
それではさっき作ったこのチャーハン、ボリューム増えてんな。まあさっきの読むようです。今度は自分用に作りました。早速いただきます。めちゃくちゃうまい。めっちゃうま、うまっ、うまっ。キムチもかけてみよう。キムチもいってみよう。キムチと一緒に、キムチもね、甘辛いの使ってるんですごく合います。これめちゃくちゃうまい。うん、我ながらそういうもの作ったのだ。これ自分の中でも最高的ですよ。120点ですわ。うんま、止まんない、止めなきゃいけない。いや、ということでめちゃくちゃうまい俺が作ったキムチチャーハンでございます。みんなもやってみてください。本当にうまいです。ということで以上、たまに作るならこんな男の手料理でした。